さあ、ネクスト、ネクスト、ネクスト、次はりほちゃんに聞いてみたいと思います。イエーイ、こんにちは。もうね、この AW でりほちゃんとは、はい、マブダチになりつつなりつつなの途中だったかな。なりつつある関係ということで、はい、ということで聞きたいんだけど、ね、12月29日に中島とシングル、シドリのシングルのね、イベントカフェでタイトルマッチをやるのを知ってた。知ってますよ、もちろん知ってた、もちろん。それについてちょっと聞きたいんだけど、はい、まず、中島の印象とかある？いやもうゴリゴリガツガツ試合されてるなっていうイメージがあるのと、多分皆さんのイメージじゃないと思うんですけど、私と中島さん2006年デビューの同じ年デビューなんです。うっそー、以上です。だそうです、皆様意外な接点がありました。はい、そうです。あ、そうです。じゃあまあ、そんな同期の同期だよね、同期だよね。と、タイトルマッチをやるんだけど、どんな試合になると思う？いやもうここは、うん、ゴリゴリ言ってほしいんですけど、うん、ジャパニーズ心も忘れず、うん、アメリカンな心も持って、あ、なるほど、水波さんには戦っていただきたいなと思います。わかります？なんかなんとなくアメリカンアメリカンな、あとで話しよう。あ、知らない、知らない、伝わってない。え、どっちが勝つと思う？私と中島。いや、それはもちろん水波さんです。だそうです、皆さん。いや、なんかアメリカの遠征中にたくさんお話しさせていただいて、ね、すごく水波さんのことがたくさん知れたので、勝手にベラベラ喋って、それをちゃんと運に聞いてくれるリホちゃんの素があるので、なんか勉強になりました。ありがとうございます。日本でも頑張ってください。ありがとうございます。最後に、はい、もう 100% これは水波寄りの応援メッセージを、ぜひ、まだ欲しがりますか？まだまだ欲しいんで、ちょっと、まだちょっといただいてもよろしいですか？はい、はい、いや、私はこの2ヶ月ぐらいですか、水波さんアメリカにいらっしゃってから、アメリカでの活動をすごく間近で見させていただいて、こんなに熱い方がいらっしゃるのかと思いました。こんな方がチャンピオンで、しかも防衛戦で、はい、凱旋で、これは負ける要素がありません。おお、お墨付きをいただきました。やらねば、やらねば、頑張ってよ、りょうちゃん。ありがとうね、ありがとうございます。頑張りますよ。